けで本日はこちら新板橋駅から徒歩5、6分破天荒さんにやってまいりました。いやー、私もですね、若手芸人の頃はもうぶち壊すことが面白いことだなんつって、様々な無茶なことをやり倒して破天荒の名を欲しいままにしておりましたけれども、何でもこちらのお店担々麺がいただけるっていうことで、無茶な辛さの担々麺がいただけるんじゃないかななんて勝手に期待しておりますよ。果たしてどんな担々麺いただけるんでしょうか。それでかなりきてこうでしょ。さあ、というわけで今回も懲りずにやってまいりました。いや、私が NSC 在学中だっていうんで、もう約20年ぐらい前になるかと思うんですけれども、その頃 NSC が赤坂にありまして、 TBS のオールスター感謝祭のマラソン大会に移り込もうとしたっていう破天荒を履き違えてる NSC がいて、むちゃむちゃ怒られてましたね。それでは現場の竹中さん、ほいほい、こちら現場の俺が竹中だ。はい、というわけでこちらが汁のない担々麺でに海苔、生卵、生ニンニクトッピング。そしてほのかに香る山椒のピリ辛な香り、あり満面ね。それでは早速いただきましょう。まずはね、こうやってもうぐちゃぐちゃに混ぜて、もうこれですよ。はい、そしてこちらの麺、ちょっと縮れたタイプの中細の麺ですね。結構ね、山椒の香りがきついんで、こう麺にシパシパきちゃうっていうね、これも特徴的ですね。こちらの麺にね、ごまだれといろいろスパイス、辛そうなのが絡んでテンション上がりますね。おお、なるほど、程よくバランスの取れた辛みといった感じでね、下にビリビリくる感じ。これからの季節、このね、辛いもん食って元気出してテンション上げていこうっていうね、気合いの入る一杯ですね。お酢の酸味が加わるとね、またさらに食欲にブーストがかかっていく感じ。もう止まんないですね。はい、というわけでこちら完食です。というわけでいただいてきましたけれども、いやー、破天荒な辛さ、マジで食えないんじゃないかなっていうぐらい辛い。あの大神さんが頭をよぎりましたけれども、ごまペーストと辛みのバランスの取れた非常に食べやすい一杯でしたね。きっとこれなら女性の方でも美味しくいただけるんじゃないかなって思うような、でそういった汁なし担々麺でしたね。というわけで皆様もお近くにお立ち寄りの際はぜひ一度試してみてはいかがでしょうか。なおですね、毎度おなじみこちらからピヨッとカード出てまいります。そちらに関連動画やアンケートなどを添付してございますので、合わせてチェックしていただけるとありがたいなと思います。そしてこの動画の最後、終了画面のど真ん中、チャンネル登録ボタン、竹永おすすめ動画なんかもありますので、合わせて見てみてください。以上、こちら破天荒さんよりお送りいたしました。ご視聴いただきましてありがとうございました。バイ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 バ